チョコールチャンネルのモサです。マジョンです。チョキです。お手屋のヤガさんです。レイです。お願いします。モサチャンネル。ということで今日はですね、まあ、ステイドリーム平日練習ということで、まあ、ノックをやろうということなんですけど、まあ、ただノックやってもあれなんで、せっかくなのでサングラスありなし、これどう変わるのかっていうのをちょっとみんなに体験してもらいたいと思います。そうなんですよ。コメント欄でチラコラ、いつ買ったんだろうね。あのツイッター投稿した翌日に楽天で買いました。で、お母ちゃん持ってんだよね。そうです。なので、まあ、みんなにもちょっと体験してもらって、よかったらやっぱあった方がいい。ということで、まあ、今日あんま引いててないんですけど。まあありなしでちょっとやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ちなみに岡ちゃんはいつそれ買ったの？大学1年の時なんで3年前か4年前ぐらいです。へえ、それはなんで？自転車乗ってた時につけましたね。自転車用かよ。野球用じゃないんかい。ちょっとロードバイクを乗ってたその時。あ、でそれが意外と野球でもいけるなと。そうです。あの中にレンズつけられるんで、うんうんうん、あのメガネかけてない時もその中にレンズ入れてこれ使って自転車ずっと。なるほど。でゆうやは買おうと思ったんだよね。で俺目悪すぎて無理と。サングラスで対応できないと。サングラスのフレームだともう作れない目の悪さだと。で正気はこれしないんですよ。それは興味はあるし、あれ興味もあるんですけど、まあ、つけない。見づらいんじゃないかっていう、まあ、あるよね、やっぱそういう見づらくなって打てなくなって嫌だしね。そう、レイ君は？僕はでもいつも普通に普段あのグッチのサングラスかけてるぐらいですね。野球やってないです。で、ヤガさんはモツはどこで仕入れてるんですか？あれおかしいな。ヤガさんもかけないですか？俺はかけない、だからメガネかける習慣がないからなんか違和感感じる。まあ確かに。じゃあまあノックでやっていきましょうか。青か、はい、よっ。ヤガさん、おお、やっぱ取れますね。取れます。はい、前、あれあれあれ。あー、いいよ。えい、いいね。おお、いやー、うまい。うまい。サングさすが動画を作ってくれる。ああ、はい、ということでサングラスは正直俺はまだ違和感があるんだよね、はい、ただ晴れの日は絶対に取れないボールが取れるようになる。まあ、そうですね。簡単に言うと太陽が直視できるんだよね。見やすいですもんね。うん、ただ実際見やすいんだろうけど、その色合いのさ問題があって、はい、どうしても暗くなるじゃん。そうですね。だからそこの違和感はあるっちゃあるけど、これ分かりやすいのがこうやって見た時に見えない雲の形がこうやってやることではっきり分かったりするんだよね。今暗いからあれだけど。あ、でも分かるっすね。分かるっしょ、はい、だからそれだけぼやっとしてたのがクリアになってんだよね。まあ今日はちょっと曇ってるんで、うん、逆に見づらくなったりはしますけど、うん、自分結構野球の試合でよくあるのがあのファーストがめちゃくちゃ眩しい時とかあるじゃないですか。あー、あるあるある。ああいう時とかも一瞬でもこう強い光入っちゃうと投げづらいんで、うんうんうん、あるねあるね。結構試合の時はもう毎回持ってってます。なるほど。じゃあちょっと他の人も試してもらえますか。はい、あ、どうもレイです。はい、もつにやがさんです。はい、はい、え、どうですか、サングラスつけてみて。めっちゃ違和感あるよこれ。いや、僕も普段つけないんで、うんうん、めちゃめちゃ違和感あります。ほんと違和感あるよね。日差しがほんとあればなんですけど、とりあえず今のところ薄暗い。そうだね、これでちょっと世界って感じ。試してね。そうですね、どうかな、これで。そうだ、ね、試してみよう。はい、あー、サングラス。あー、あー、カメラ、カメラ。カメラ、あったあったあった。サングラスがないから眩しくて。受けてみて。受けてみてね。やっぱつけてない時とつけてる時とこの前遠近感というか前、確かに、そうそう、なんか自分が思ってるより、あれボールここなんだっていう感じがする。いや、それはさっき僕もなんかゴロは取ったと思ったら前弾いたね。そうそうそう。
だからこの感覚がね、まあ、これがサングラスのせいなのか僕の技術のせいなのかそれは分からない、分かんないですけど、ね、まあ、ちょっとやっぱ違和感ある、そう、違和感あるよね、つけない側として、まあ、あとね、慎重になる、これをつけてるとつけてないとやっぱかね、いつも通りだから、でこれつけてるとなんかね、慎重に取るように、そうですね、でこれに慣れるとかと同じだろうね、でも多分これ慣れたら多分本当に日差しがあるときは、ね、そう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 、そうだよね、日差しあるといいね、うん、見づらくない、見づらくないっす、こういう分、変わりました、まだ遠近感が慣れないけど、ボールはめっちゃクリアに見える、あー、しまっ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 、前ね、前前前前、あーダメだ、あーあー、サングラスつけてないから、そう、サングラス僕まだ使ったの2日目なんですよ、だけどどれぐらいかな、高校生とかだったら多分1週間毎日練習で使う、で草野球でも1ヶ月だから週1、4回ぐらいやったらもう慣れるんじゃないかな、見やすい、曇ってるけど、曇ってる時はね、正直あの俺日出てる時も使ったことあるんだけど、日出てる時に比べるとやっぱちょっと見づらいっていうのも、全体的にやっぱ曇りだと暗くなりすぎてるなっていう感じ、う、曇り用のレンズもあって、これも替えのレンズで真っ黒ってのがあるんだけど、あとナイター用で黄色のレンズとか、確かに用途によってこれが合ってるかは分かんない、これね、カンカン照りの用のサングラスなのよ、なるほどね、そうだから今日みたいな曇りの日はあんまりかもしれないけど、遠近感の慣れ必要だけど、例えばランニングするときとかこれつけて走ったりして慣らしておくといいかなとは思うね、サングラスなしの方が慣れてんだよな、結局なしは慣れてますけど、でもあっても慣れれば取れると、曇りの日はやっぱなくていいと思う、正直晴れてる時に、晴れてる時は絶対あった方がいいと思う、どっちかっていうと慣れるべきって感じ、やっぱ見えないものが見えるようになるから、サングラス見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んでるからさどうですかサングラス、これ見えないっす、見えない、見えないっす、見えづらい、見えづらいっす、あっちのサングラスがいいっす、そういうこと、多分そうっす、でも多分ちょっと今そこ日出てるんですけど、そこ見ても眩しくないし、日が出てるところだとやっぱあった方がいい、そうっす、絶対あった方がいいっす、あー、はい、ということで終わりましたが、皆さんいかがでしたか、まあ慣れが必要ですけども、使った方がいいし慣れた方がいいなっていう感想は、うん、ポイントなんですけど、そのサングラスもここが繋がってるのと独立してるのがあるから、このレンズの大きさとかはちゃんと試着した方がいいと思います、っていうことで、まあいろいろサングラス種類あるんでね、これもこれも違うし、スワンズとかもあるし、いろいろ店頭で試着するのがいいんじゃないでしょうか、ということで今回コラボしていただいたレイくんのチャンネルも概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください、その他ボナールにやってほしいことはコメントお願いします、はい、本日もまさやまでした、ありがとうございました、明日ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、ありがとうございました、ヤガさん特製のもつ丼です、うまそう、ヤガさんいただきます、はい、どうも、いただきます。